享保6年1721年頃、江戸は100万人以上の人々が暮らす世界有数の大都市でした。しかし徳川家康が関東への国替えを命じられた天正18年1590年頃、当時の江戸は交通の要衝でしたが、小さな地方都市に過ぎませんでした。この時点から徳川家4代にかけて町づくりが行われますが、江戸が開発された過程を知らない人もいるかもしれません。そこで今回は江戸の町がどのように発展したのか、徳川家による江戸づくりと天下普請について詳しく解説します。ぜひ最後までご覧ください。戦国時代までの江戸。豊臣秀吉の小田原征伐によって北条氏が滅亡すると、徳川家康は秀吉から関東への転封を命じられます。この命令を受けた家康は天正18年1590年8月1日に江戸に入りますが、当時の江戸はどのような状況だったのでしょうか。こちらは現代の東京湾周辺の地図です。千代田区南部に位置する皇居がこちらで、そのすぐ右上には江戸城本丸がありました。東京湾の沿岸は埋め立てが進んでいて、月島、豊洲、お台場などが確認できます。そして家康が江戸に入る1590年頃の海岸線がこちらです。現在と比べると全体的に海が内陸部まで入り込んでいて、皇居のすぐ近くまで海だったことがわかります。次に江戸の地理についてですが、江戸は主に2つの地形に分かれていました。江戸城を境に西側一帯が山の手と呼ばれる武蔵野台地で、東側一帯は海に面した低地、東京下町低地が広がっていました。江戸城のすぐ近くまで日比谷入江が入り込み、その先には江戸前島と呼ばれる半島と江戸港がありました。また大地と大地の間を流れる河川も多く、日比谷入江には小石川や平川、江戸港には旧石神井川や隅田川が流れ込んでいます。これらの河川は海と内陸をつなぐ交通として江戸時代以前から重要な役割を果たしていました。家康が入府する前の江戸は葦の生い茂る未開の低湿地帯で、わずかな家が点在する寂れた漁村だった。しかし家康が江戸に入って開発を進めたことで世界有数の大都市に変貌を遂げた。このような説明を聞いたことがあるかもしれませんが、最近の研究によると江戸が手つかずの未開地だったという説は、徳川家の業績を過大に見せるための誇張だったと指摘されています。実際の江戸は小田原北条氏が支配している頃から陸上、海上交通の重要な地点として発展していた地域でした。関東の中央に位置した江戸は諸国からの商船が港へ頻繁に出入りしていました。江戸城下には商人が集まり、毎日のように市が開かれていたそうです。近年では江戸の遺跡で出土した中世の遺物から、江戸前島の東に広がる江戸港が水上交通によって繁栄していた様子も明らかになっています。家康が江戸を本拠地にしたのは秀吉の命令だったとも伝えられますが、関東の中央部に位置し陸上、海上交通の要衝だったこと、関東支配および東北への警戒に適した場所だったこと、物資の大量輸送手段として水運を最大限に利用できる地形だったこと、江戸城の周囲に開発可能な広大な土地が広がっていたこと、これらの条件が揃っていたこともあり、家康自身も江戸に本拠地を置くことを望んでいたと考えられています。家康の江戸開発。1590年に江戸に入った後、家康がまず最初に取り組んだのは飲料水の確保でした。城下のすぐ近くまで海が入り込んでいた江戸では、井戸を掘っても塩分が強い水しか得られなかったからです。江戸に本拠地を移すためには家臣団や町人の飲み水を確保することが最優先の課題でした。そこで家康は城の周りの河川をせき止めて飲料水用のダムを作ります。これが千鳥ヶ淵と牛ヶ淵です。淵とは川の上流からの流水をせき止めてできた貯水池を意味します。現代では皇居のお堀や桜の名所として知られる千鳥ヶ淵と牛ヶ淵ですが、もともとは飲料水を確保するために作られたものでした。さらに家康は急増する人口に備えて上水道の整備に取り掛かります。その担当者として抜擢された大久保忠行は小石川台地の湧き水を利用して
小規模な小石川上水を作り、神田方面に供給することに成功します。江戸最古の浄水施設だった小石川上水の詳細はよくわかりませんが、後に小石川上水が拡張されて神田上水が整備されます。また飲料水とともに家康が重視していたのが塩の確保です。当時の塩は生活必需品であると同時に軍事的にも重要な戦略物資でした。江戸の近くに位置する行徳が関東最大の生塩地であることを知った家康は、江戸城下と行徳を直結する運河の開削に着手します。この工事によって作られたのが江戸前島の付け根を横断する水路、道三堀です。道三堀は徳川家の著名な爺だった真瀬道三の屋敷にちなんで名付けられたと言われています。そして道三堀の工事と並行して小名木川と新川という海沿いの運河も開かれます。江戸前島の道三堀と小名木川、新川の沿海運河の完成により江戸と行徳は水運で結ばれます。ちなみに道三堀の開削工事では日比谷入江に流れ込んでいた平川の付け替え工事も行われています。これは日比谷入江の埋め立てを前提とした工事で、平川が日比谷入江に流れ込むのを止めることが目的でした。1590年から行われた江戸開発では、江戸城の改修はあまり行われていません。当時の家康は秀吉の側近として上洛することが多く、九州の名古屋城に従軍したり、伏見城の築城など豊臣家の天下普請に動員されたからです。妊婦や財政に制限があったことに加え、秀吉の意向で国替えの可能性もあったため、江戸城の大規模な工事は先送りにされました。この状況が変わって江戸開発が本格化するのは家康が天下人になってからのことです。将軍家康の天下普請。慶長8年1603年2月、徳川家康は征夷大将軍に就任し、江戸に幕府を開きます。名実ともに天下人になった家康は、天下普請によって江戸城の大増築を実施することを発表します。天下普請とは、天下人、将軍が支配下の大名に対して城郭、都市、寺社の築造や治水などの土木工事を命じるお手伝い普請のことです。天下人が配下の大名を支配する一つの手段で、命令を受けた大名は石高に応じて人夫や資金を出す必要がありました。江戸城大増築の計画を発表した家康は、まず西国の大名らに石材運搬船の提供と、伊豆の石切り場から切り出した石材の輸送を命じています。そして実際に第一次天下普請が始まったのが慶長11年1606年3月1日のことでした。第一次天下普請では主に3つの工事が行われました。まず1つ目は日比谷入江の埋め立てです。日比谷入江の埋め立ては、城下町を建設するための用地を造成すると同時に安全保障上の理由もありました。大航海時代を迎えていた江戸時代の初期、外国船が江戸城直下の日比谷入江に入港することを防ぐ必要があったからです。日比谷入江の埋め立てには江戸城での工事で出る残土などが用いられましたが、それだけでは足りませんでした。そこで幕府は本郷台地の神田山を切り崩して埋め立て作業を進めました。2つ目は江戸城の増築です。この工事は西国に領地を持つ大名34家が担当し、江戸城本丸、二の丸、北の丸の城郭が建設されました。さらに日比谷入江の埋め立てと並行して江戸城を囲む外堀の開削も行われ、石垣工事も進められました。ちなみに江戸城の縄張り基本設計を担当したのは築城の名手と謳われた藤堂高虎でした。3つ目は天守閣の築造です。家康によって建築された慶長天守は、大天守と2つの小さな天守を多門櫓で結んだ連立式天守でした。天守にこもって戦うことができる要塞機能が備わっていたことが特徴で、家康が豊臣勢との戦を想定していたことがうかがえます。慶長天守は仙台の伊達家をはじめとした東北の大名10家に建築工事が命じられています。また城下町においては、慶長8年1603年に道三堀の東側に豪華な木製の橋が架けられます。これが五街道の起点となる日本橋で、通り町筋と呼ばれる南北に通じる大通り、
現在の中央通りが作られ、五街道につながる道も整備されていきます。第二次天下普請は慶長19年1614年3月1日から始まります。この前段階の準備として江戸前島の東岸に船入り堀10本と八丁堀船入りが建設されました。これは建築資材を陸揚げするための船着き場で、大量の石材などをスムーズに搬入するためのものでした。そして実際の工事では本丸、西の丸などの石垣工事、日比谷入江と江戸前島の再整備、大名工事や西の丸下の造成が行われています。また城下町では旧石神井川の付け替えのために神田川の原型も作られています。しかし第二次天下普請は豊臣家と徳川家による大阪の陣が迫ったため、約半年ほどで中断することになりました。ちなみに今回の普請を命じられたのは秀吉子飼いの西国大名がほとんどでした。豊臣家との決戦が迫る中、主従関係をはっきりさせるとともに経済的軍事的に疲弊させる目的もあったと言われています。秀忠と家光の天下普請。元和2年1616年4月徳川家康が駿府でその生涯を閉じると、江戸の町づくりは二代将軍秀忠に受け継がれます。秀忠によって第三次天下普請が発令されたのが元和6年1620年のことでした。第三次天下普請の内容は主に2つです。一つ目は平川、小石川、旧石神井川の改修工事で、江戸城下を洪水などの水害から守ることが目的です。第二次天下普請では神田川の原型を作る工事が行われましたが、今回の工事によって神田川放水路が作られ、旧石神井川が隅田川に合流するよう流路が変更されました。さらに江戸城下に向けて流れていた平川と小石川の流路を神田川放水路の流れにつなげる工事も行われています。この結果、平川、小石川、旧石神井川は一本の河川となり、神田川と呼ばれるようになります。二つ目は江戸城の石垣工事です。三の丸や北の丸の外壁に石垣が築かれると同時に、本丸の石垣の高さを増す工事も行われました。この時期になると石垣は同一の形状規模に加工した石が使われるようになります。最高峰の技術を駆使して高く積まれた石垣は徳川将軍家の権威を誇示する狙いもあったと言われています。さらに秀忠は慶長天守を取り壊し、新たな天守の築造に着手します。本丸の中央部にあった天守台を北側に移し、元和天守を築くための石垣工事も開始されます。元和天守が完成するのは元和9年1623年頃だったそうです。寛永5年から7年1628年から1630年まで行われた第四次天下普請は、三代将軍家光によって進められました。本丸、二の丸、西の丸の工事とともに、西の丸下や内堀などにも石垣が作られ、城門も築かれます。第三次天下普請と重複している部分が多いのは、堀の開削や石垣の建設が一度の普請では完成しなかったからです。第四次天下普請によって江戸城の北、東、南の防備が整えられ、残るのは西側の外堀となります。寛永12年1635年、江戸城二の丸の拡張工事から始まった第五次天下普請は、全国の大名120家が動員された大規模なものでした。主な工事は飯田橋、市ヶ谷、四ツ谷、赤坂、ため池に至る外堀の開削で、要衝の地には城門が設けられました。例えば甲州道中筋には四ツ谷御門、中山道筋には筋貝橋御門、日光道中筋には浅草橋御門、東海道筋には幸い橋御門などです。内堀や外堀に設けられた城門は見つけと呼ばれ、大名や旗本などの番士が人や物資の移動を監視していました。武蔵野台地を改めて表示してみると、山手の外堀は大地の谷を利用しながら作られたことがわかります。江戸城の外郭が確定すると、本丸御殿の改築や新たな天守、寛永天守の建設も始まります。寛永16年1639年本丸御殿が完成しましたが、家光が入城する予定だった前の晩に放火とみられる不審火によって全焼してしまいます。
その後直ちに再建工事が行われ、その翌年に本丸御殿が改めて完成します。こうして5回にわたる天下普請によって江戸城の総構えがほぼ形になりました。江戸の水運と上水道。ここからは江戸城下町の特徴について解説します。こちらは寛永19年1642年頃に作成された寛永江戸全図です。第5次天下普請が終わった頃の全体像が精密に描かれた地図で、現存する最古級の江戸全体図と言われています。まず江戸の中心には本丸御殿、二の丸、西の丸などで構成された江戸城があります。そして大手前、大明工事、西の丸下、吹上、北の丸などの曲輪には江戸城を取り囲むように大名屋敷が配置されています。特に広い敷地を与えられていたのが吹上にある尾張、水戸、紀伊の御三家です。江戸城の南側、霞が関にも大名屋敷があり、北西には武家屋敷が隙間なく建てられています。諸藩の大名屋敷や旗本の武家屋敷は居住地であるとともに江戸城の防衛も担っていました。江戸城の東側、下町低地に作られたのが町人地で、表通りには様々な商店が並んでいました。五街道の起点となる日本橋はこの位置にあり、この時期には五街道につながる道路も整備されていたことがわかります。第二次天下普請の前に作られた船入り堀も描かれていて、八丁堀が埋め立て中であることもうかがえます。町人地では商人や職人などの庶民が生活していましたが、朝から夜までどのように暮らしていたか興味がある方はこちらの動画をチェックしてみてください。江戸城下町の特徴は内堀や外堀も含めて水路が張り巡らされていたことです。水路が多い理由は様々な物資を効率的に町中に行き渡らせるためでした。海沿いの町だった江戸には建築資材や生活物資を満載した大型船が数多く入港しましたが、町の中に入ることはできませんでした。大型船で運ばれてきた物資は隅田川の河口や品川沖で小型船に積み替えられ、江戸の水路に設置された河岸を通して供給されました。河岸とは水路に面した船着き場のことで、小型船が着岸して物資の上げ下ろしができる場所です。町人地では河岸という名称でしたが、武家地では物上げ場と呼ばれていました。河岸の近くには荷物置き場や貯蔵庫などの倉庫が建てられ、商品の取引を行う市場も設けられました。水路が多かった江戸の町には70カ所以上の河岸があり、商品によって荷上げする場所が定められていました。例えば米を扱う米菓子、魚を扱う魚菓子、青物市場が置かれた大根菓子、竹を扱う竹菓子などです。菓子の名前は荷上げする商品から付けられることが多かったようですが、行徳菓子や木更津菓子など地名が付けられた菓子もありました。江戸の菓子で代表的な存在だったのが日本橋近くにあった魚菓子です。吉原遊郭、芝居町とともに一日に千両が落ちる場所と評されるほど繁盛していました。日本橋は経済や物流の拠点として人が絶え間なく往来し、橋の下には多くの漁船が行き交っていたそうです。江戸の菓子は商品の流通に欠かせない施設で、江戸の経済や人々の生活を支えていました。では人口が増え続ける中、飲料水はどのように供給されていたのでしょうか。家康は江戸に入ると同時に千鳥ヶ淵や牛ヶ淵を作り、小石川上水を整備して飲料水を確保しました。さらに寛永6年1629年には小石川上水が拡張され、神田上水が整備されます。神田上水は井の頭池、善福寺池などを水源とする上水道です。関口村の大洗堰でせき止めて水位を上げた後、水道橋付近で掛け火を通じて神田川を越え、神田や日本橋など市内の北東部一帯に給水されました。神田上水の完成によって飲料水不足が解消されましたが、寛永12年1635年に参勤交代が制度化されると、多くの武士が江戸に駐留するようになります。加速度的に人口が増加した結果、再び飲料水の供給が追いつかなくなります。飲料水需要の高まりを受け、承応2年1653年、幕府は玉川上水の開削に着手します。
総奉行に松平伊豆守信綱、水道奉行に伊奈忠春が任命され、実際の設計と工事を担当したのは正右衛門清右衛門という町人の兄弟でした。玉川上水は多摩地方の羽村から四谷大木戸まで全長約 43km の上水道でしたが、着工からわずか8ヶ月で完成します。その翌年には地下に木樋、木製の排水管を張り巡らせ、江戸城をはじめ市内の南部一帯の給水を担うことになります。防災都市への転換と市街地の拡張。明暦3年1657年、人口増加に対応した都市機能が整えられていく中、江戸の町は大火災に見舞われます。それが1月18日から20日にかけて発生した明暦の大火です。出火場所は本郷丸山の本明寺、小石川新高城町の武家屋敷、麹町の町屋の3箇所です。それぞれ北西からの強風にあおられて燃え広がり、武家屋敷や町屋にとどまらず、江戸城も西の丸を残して全焼します。大火の状況を伝える金蔵氏武蔵阿文によると、江戸市域の約6割に及ぶ範囲が焼失、焼死者は10万人、大名屋敷160余り、旗本屋敷770余り、町屋400丁が焼け落ちたと伝えられています。甚大な被害を出した明暦の大火を受け、四代将軍家綱と幕府は防火を主眼とした新たな都市づくりに取り組みます。まず幕府が手をつけたのが江戸城の復興と大名屋敷の移転で、本丸御殿と二の丸が最優先で再建されます。江戸城の吹き上げにあった御三家の屋敷は西の丸とともに焼失を免れました。しかし御三家の屋敷に火が燃え移っていたら、風下にあった西の丸にも延焼し、江戸城は全滅していた可能性がありました。そのため幕府は防火対策として吹き上げの屋敷を引き払うように御三家に命じます。その結果、尾張上屋敷は市ヶ谷、水戸上屋敷は小石川、紀伊上屋敷は赤坂にそれぞれ移転し、跡地は延焼防止地帯になります。天守の復興に関しては莫大な費用がかかることや必要性が低いという理由で再建されませんでした。次に江戸の町内にあった寺社も郊外への移転が進められます。例えば麹町の火事で焼けた山王権現、比叡神社は三宅坂から赤坂へ、神田の東本願寺は浅草、霊岩島にあった霊岩寺は深川、浜町にあった西本願寺は小引町築地に移されます。ちなみに小引町築地は明暦の大火で出た焦土を使って埋め立てられた造成地で、築地ができた後に西本願寺が再建されています。明暦の大火後、寺社の移転先になった浅草、駒込、三田、深川は新たな寺町を形成していきます。大名屋敷や寺社の移転などによって江戸の町域を広げるとともに、幕府は日よけ地や広小路を設定します。日よけ地とは市街地を分断するための空き地のことで、火が隣の建物に延焼することを防ぐために設けられました。例えば日本橋の北西にある白金町には、町人地への延焼防止のため 1km にわたる防火堤が作られました。また町屋が密集している日本橋周辺には開所地と呼ばれる空き地や、延焼防止のために道幅を広くする工事も行われています。広工事は道路の幅を広げた日よけ地の一種で、火事が起きた時に避難経路を確保する目的もありました。広小路で代表的なのが、寛永寺の参道に作られた下谷広小路や、両国橋の両側に置かれた両国広小路です。広小路には、すぐに撤去できる建物であれば建設可能だったため、仮設の屋台、茶屋、見せ物小屋などが軒を連ねる盛り場、歓楽地としても知られるようになります。災害に強い町づくりを進めると同時に、幕府は隅田川東岸にある本所深川の開発にも着手します。まず行われたのが両国橋の仮設です。隅田川には江戸城防衛のために千住大橋しかなく、深川や本所に行くときには渡し船が使われていました。しかし明暦の大火が起きたとき、橋がなかったために多くの犠牲者を出したことから、万治2年1659年に両国橋を架けます。当初は大橋と言われていましたが、武蔵の国と下総の国を結ぶ橋ということで両国橋と呼ばれるようになります。
続いて水運と排水の利便性を高めるため、立川や大横川などの掘り割り水路が開削され、掘り上げた土を使って湿地が埋め立てられます。当時深川や本所には飲料に適した良質な水がなかったので、本所上水を引くなどして生活インフラも整えられました。こちらは天那2年1682年に作成された造保江戸大絵図ですが、本所深川を見てみると水路に沿っていくつもの道路が敷かれ、新たな町が作られている様子がうかがえます。こうした開発が進められた結果、新たに造成された本所深川は武家や町人に下げ渡され、隅田川を越えた東岸地区も江戸の町域に組み込まれていきます。江戸の市街地が拡張していくにつれて、町の数も増え続けます。明暦の大火以前、町の数は374ありましたが、聖徳3年1713年には933にまで増加しています。また享保6年1721年に行われた全国人口調査によると、江戸町人の人口は男性が323,285人、女性が178,109人、合計503,394人でした。人口調査の対象になったのは商人や職人などの庶民です。調査対象にならなかった武士、公家、僧侶などを除外人口と言いますが、江戸の除外人口は50万人を超えていたと言われています。1590年頃、小さな地方都市だった江戸は徳川家4代にわたる開発によって大きく発展し、18世紀初頭には100万人が暮らす大都市に成長したことになります。今回の動画は以上です。今後も江戸時代の暮らしや文化について発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。